こんにちは。リビングの生け花スタジオ by 直線的な生け花を生ける。今日こちらをご覧になると茎の美しさを生かす生け方がわかるようになります。今日も一緒に頑張りましょう。直線のオーニソグラムの横に粗径を沿わせるように入れます。粗径も比較的直線的ですが、こういうカーブを少し生かしてあげます。そして中心のこちら、綺麗ですね。八重咲きのトルコキキョウになります。この子主役でこちらの方に入れます。オーニソグラムの高さが器の 1.5 倍の高さに入れています。それの約半分ぐらいのところにこちらの綺麗な八重咲きのトルコキキョウを入れました。粗径を入れていきます。どういう順番で入れるかと言いますと、長い枝、そして顔の大きい順番で入れていくといいと思います。こちらの方ですが、この粗径に対して横からご覧になってますけれども、中心の花よりも少し前に出してあげます。それによって作品に厚みが出ますね。いくらまっすぐと言ってもあまり全部一直線だと不自然になります。少し斜め前、こんな感じにここに入った。そしたら次ですね、こちらの方も葉っぱ整理してあります。こういうカーブをね、生かしてあげられたらいいなと思って、葉っぱがたくさんあったんですけれども下の方は落としています。これをこちらの方にこうすることによって直線でありながら若干カーブがいけるような葉っぱの切り方をしています。トルコキキョウが三角形に入りましたので5本ですからあと2本ですね。オーニソグラムの一番高い子と、それからトルコキキョウの中心のこの間に背が高くてお花がちょっと小さめの子をこのようにつなぐように入れてあげます。こんな感じです。あとは足元を締めていきます。例えばドカーンとなるとちょっとうるさくないですか。お花が密集してしまいますので、最後の1本はどこに入れるかというと、ちょっと控えめに見えるかどうかぐらいなこの後ろの方にちょっと入れてあげます。花と花との間に見えるかのように入れて、トルコキキョウが5本入ってきました。そうしましたら、こちらのドラセナのカーブを足元に 1,2,3 本入りました。横からご覧ください。こうしますと中心の花よりも前に2本、後ろに2つ入っています。そしてこちらのドラセナが直線の枝に対してカーブでこういうふうに前に1本、後ろに2本でバランスをとっています。そして最後ですけれども、こちらの粗径の方をこの手前の方にこう出ているお花の足元に入れていきます。横からご覧ください。結構こう前に出す感じですね。前にグリーンが出てくるような感じで剣山に刺します。だいぶ前に出てますよね。これを前からご覧いただくとこんな感じでこういうふうに出ています。つまり直線に対して足元はカーブで、お花のバランスと奥行きを出しているということになります。完成です。今日のコツは2つ。1つ目、直線の茎が美しい植物はその植生に逆らわずにまっすぐに刺してあげること。2つ目、まっすぐに刺してばっかりですと棒立ちの生け花になってしまいますので、少しこうカーブのついた植物を足元に入れてあげることによって引き締まりますし奥行きも出ます。お花を生けることで楽しく優しい時間を過ごしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。チャンネル登録をすると季節の花の生け方をお知らせします。 URL は概要欄からどうぞ。フラワースタジオ前オンラインレッスンでした。ありがとうございました。